イオンチャネル結合型受容体イオンリガンドリガンドが受容体に結合すると受容体のイオンチャネル部分が開きイオンが細胞膜を通過するようになるリガンド依存性イオンチャネルは一般的にイオンチャネル型受容体とも呼ばれ神経伝達物質などの科学的メッセンジャーの結合に応答して NA、K、CA に CL マイナスなどのイオンが膜を通過するように開く 膜貫通型イオンチャンネルタンパク質のグループである。シナプス前神経細胞が興奮すると、小法からシナプス間劇に神経伝達物質が放出される。次に神経伝達物質はシナプス後にウーロンにある受容体に結合する。これらの受容体がリガンド依存性イオンチャンネルである場合、結果として生じるコンフォメーション変化によりイオンチャンネルが開き、 細胞膜を横切るイオンの流れが生じる。これにより、興奮性の受容体反応では脱分極抑制性の受容体反応では過分極が発生する。これらの受容体タンパク質は、典型的には、少なくとも2つの異なるドメインから構成されている。イオン項を含む膜貫通ドメインと、リガンド結合部位を含む細胞外ドメインである。このモジュール性により、 タンパク質の構造を見つけるための分割統治アブローチが可能になった。シナプスに位置するこのような受容体の機能はシナプス前に放出された神経伝達物質の化学信号を直接かつ非常に迅速にシナプス後の電気信号に変換することである。多くのエリシーはアロステリックリガンド、チャネルブロッカーイオン、または膜電位によってさらに調節される。 エリシーは、進化的な関係を持たない3つのスーパーファミリーに分類される。サイズループ型受容体、ンチャンネル型グルタミン酸受容体、ATP 依存性チャンネルである。閉鎖状態のニコチン性アセチルコリン受容体、予測される膜境界が示されている、PDB2Y と g 9サイズループ型受容体は、N マッタンの細胞外ドメインにある2つのシステイン。 残機関のジスルフィド結合によって形成される特徴的なループにちなんで命名された。これらは通常、このジスルフィド結合を書いている5両体リガンド、依存性イオンチャネルの大規模なファミリーの一部であるため、暫定的な名称であるプロループ受容体に由来する。細胞外 N 末マッタンリガンド結合ドメインの結合部位は、脊椎動物ではアセチルコリン、セロトニン、グリシン、 グルタミン酸、ガンはアミノラク酸の受容体特異性を有している。受容体は、それらが伝導するイオンの種類によって細分化され、さらに内因性リガンドによって定義されるファミリーに分類される。それらは、通常、5両体であり、各サブユニットは、膜貫通ドメインを構成する4回膜貫通ヘリックスを含み、かつベータシートサンドイッチ型の細胞外、 N 末端リガンド結合ドメインを含む。また、画像に示すように、細胞内ドメインを含むものもある。原型のリガンド依存性イオンチャネルは、ニコチン性アセチルコリン受容体である。これは、タンパク質のサブユニットの5両体で構成されており、アセチルコリンの2つの結合部位がある。アセチルコリンが結合すると、受容体の構成が変化し、最高の収縮が、 約3オングストロームから8オングストロームに広がり、イオンが通過できる。この細高により、NA イオンが電気化学的勾配を下って、細胞内に流入する。一度に十分な数のチャンネルが開くと、NA イオンによって運ばれた静電化の内向きの流れが、シナプス鉱膜を十分に脱分極させて、活動電位を引き起こす。バクテリアのような単細胞生物は、 活動電位の伝達はほとんど必要としないが、エリシーに対するバクテリアのホモログは同定されており、それにもかかわらず科学受容体として作用すると仮定されている。この幻覚生物のなきや変異体は、それが同定された種、クロエオバクターリガンドゲーテッド4チャンネルにちなんでフリック受容体として知られている。 サイズループ型受容体にはアルファヘリックスと10個のベータストランドを持つ大きな細胞外ドメインがありよく保存された構造要素がある ECD に続いて4つの膜貫通セグメントが細胞内容及び細胞外ループ構造によって接続されているトムス3から4ループを除いてそれらの長さはわずか7から14残機であるトムス3から4ループは 細胞内ドメインの最大部分を形成しており、これらの相同受容体の間で最も可変的な領域を示している。ICD はトムス3から4ループとイオンチャンネル項の前のトムス1から2ループによって定義されている。結晶化により、このファミリーの一部のメンバーの構造が明らかにされているが、結晶化を可能にするために細胞内ループは通常、 幻覚生物のサイズループ型受容体に存在する短いリンカーで置換されているため、その構造は不明である。しかしながら、この細胞内ループは、脱感差、薬理学的物質による、チャンネル整理機能の調節、及び翻訳ご就職で機能しているようである。また、細胞内ループの中には、輸送に、重要なモチーフが存在し、ICD は抑制性シナプス形成を可能にする。 足場タンパク質と相互作用する。イオンチャネル型グルタミン酸受容体は、神経伝達物質であるグルタミン酸に結合する。それらは、細胞外アミノマッタンドメイン、細胞外リガンド結合ドメイン、膜貫通ドメインで構成されるサブユニットごとに4、両体を形成する。各サブユニットの膜貫通ドメインは、3つの膜、貫通ヘリックスとリエントラントループを持つ。 ハンマカヘリックスを含む。タンパク質の構造は N 末端の ADD から始まり、続いて LBD の前半が TMD のヘリックス1、2、3によって中断され、その後 LBD の後半に続き、次に C 末端の TMD のヘリックス4で終わる。これは TMD と細胞外ドメインの間に3つのリンクがあることを意味している。4両体の 各サブユニットはクラムシェルのような形状を形成する2つの LBD セクションによって形成されたグルタミン酸の結合部位を持っている。イオンチャネルを開くためには4両体のこれらのサイトのうちの2つだけが占有される必要がある。最高は反転カリウムチャネルに似た形で主にハーフヘリックス2に,によって形成される。アミノマッタン、リガンド結合。 膜貫通ドメインを示すグルタミン酸気候薬に結合したアンパ受容体。PDB3KG にアルファアミノ3、ヒドロキシ5メチル4、イソーキサゾールプロピオン酸受容体は中枢神経系での高速シナプス伝達を媒介するグルタミン酸の非無駄型4チャンネル型膜貫通受容体である。その名前は人工グルタミン酸。 アナログアンパによって活性化される能力に由来している。この受容体は天然に存在するアゴニストであるキスカルさんにちなんで、ワットキンスらによって、キスカルさん型受容体と最初に命名され、その後、コペンハーゲンのデンマーク王立薬科大学のタゲ、オノレラによって開発された選択的アゴニストに、ちなんでアンパ受容体という標識が付与された。アンプハーは、 脳の多くの部分に見られ、神経系で、最もよく見られる受容体である。アンパ受容体グラアニ4両体は、最初に結晶化されたグルタミン酸受容体、4チャンネルである。アンパ受容体の輸送リガンド、活性化されたムターの模式ズェヌメチル D、アスパラギン酸受容体は、イオンチャネル型グルタミン酸受容体の一種であり、グルタミン酸とコアゴニストの同時結合によって、 ゲート開閉されたリガンド依存性イオンチャネルである。研究では、無駄受容体がシナプス化素性と記憶の調節に関与していることが示されている。無駄受容体という名前はリガンド N メチル D アスパラギン酸に由来しており、これらの受容体で選択的アゴニストとして採用する。無駄受容体が2つのコアゴニストの結合によって活性化されるとカチオンチャネルが開き、 細胞内に NA と CA2 が流入し、細胞の膜電位が上昇する。このように、ウムラ受容体は興奮性受容体である。静止膜電位では、MG2 や ZN2 が受容体の細胞外結合部位に結合することで、ウムラ受容体チャンネルを通過するイオン流が遮断される。しかし、ニューロンが脱分極したとき、例えば、強極剤化したシナプス5アンパ受容体の強い、 活性化によって MG2 による電位依存性ブロックが部分的に緩和され活性化された無駄受容体を介したイオンの流入が可能になる。結果として生じる CA2 の流入は様々な細胞内シグナル伝達化スケードを誘発し最終的には様々なキナーゼやホスファターゼの活性化を通じて神経細胞の機能を変化させる。リガンド、ギャバ受容体は 動物の大脳皮質の主要な介在神経細胞で発現する主要な抑制性神経伝達物質である。ガバー受容体の模式図ガバー受容体はリガンド依存性イオンチャネルである。これらの受容体の内因性リガンドであるギャバは中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質である。活性化されると神経細胞への CL マイナスの流れを仲介し、 神経細胞を過分極化する。ガバー受容体は神経系を持つすべての生物に存在する。それらは哺乳類の神経系内に広く分布しているため実質的にすべての脳機能で役割を果たしている。様々なリガンドがガバー受容体に特異的に結合し CL チャンネルを活性化または阻害することができる。リガンド5両体 5HT3 受容体はナトリウムイオン。 カリウムイオンおよびカルシウムイオンに対して透過性がある。随時、典型的な PNX 受容体サブユニットの膜トポロジーを示す概略図。第1および第2の膜貫通ドメインは TM1 よび TM2 とラベル付けされている。ATP 依存性チャンネルはヌクレオチド ATP との結合に応答して開く。これらのチャンネルは サブユニットごとに2つの膜貫通ヘリックスを持つ3、両体を形成し、細胞内側には、C 末端と N 末端の両方がある。ホスファチジ類のシトール4、5ビスリン酸は、内向き整流性カリウムチャンネルに結合し、直接活性化する。p i p には、細胞膜脂質であり、イオンチャンネルのゲート開閉における役割は、この分子の新しい役割を表している。 リガンド依存性イオンチャネルとは、対照的に、受容体とイオンチャネルが単一分子ではなく、細胞膜内の別個のタンパク質である、受容体系も存在する。この場合、イオンチャネルは直接開閉されるのではなく、受容体の活性化によって、間接的に調節される。G タンパク質協約型受容体の機構、G タンパク質結合型受容体は、別名で、 G タンパク質協約型受容体、7回膜貫通型受容体、7TM 受容体とも呼ばれる受容体の大規模なタンパク質ファミリーを構成し、細胞外の分子を感知し、細胞内のシグナル伝達経路を活性化し、最終的には細胞応答を活性化する。それらは細胞膜を7回通過する。G タンパク質結合型受容体は、 数百ものメンバーが同定されている巨大なファミリーである。イオンチャンネル結合型受容体はそれらの一部に過ぎない。表1、産量体 G タンパク質の3つの主要なファミリーギャボブ、受容体ギャボブ受容体は、ガンマアミノラク酸の代謝型膜、貫通受容体である。それらは G タンパク質を介して K チャネルと結合しており、活性化すると細胞内の電位を低下させ、 過分極効果を発揮する。リガンド、g フーシグナル伝達感情アデノシン1リン酸、生成酵素、アデニル酸シクラーゼは、GαS フ経路と GαI フ、O、OK、経路の両方のエフェクターである。哺乳類の10種類の AC 遺伝子産物は、組織分布及び、または、機能に、微妙な違いがあり、すべて細胞機質のアデノシンリン酸のキャンプへの、変換を触媒し、 すべて GαS クラスの G タンパク質によって直接刺激される。逆に GαIO 型の Gα サブユニットとの相互作用は AC によるキャンプの生成を阻害する。このように GαS に結合した GPCR は GαIO に結合した GPCR の作用を相殺し逆もまた同様である。その後、 細胞機質のキャンプのレベルにより、様々なイオンチャンネルの活性だけでなく、セリン、スレオニンとクイテキプロテインキナーゼ A ファミリーのメンバーが決定される。その結果、キャンプは、セカンドメッセンジャーとみなされ、プコは、セカンダリエフェクターであるとみなされる。GαQ11 経路のエフェクターは、ホスホリパーゼシー,ベータであり、膜結合型ホスファチジ類のシトール 4? コビスリン酸のセカンドメッセンジャーであるイノシトール1、4、コサンリン酸およびジアシルグリセロールへの解列を触媒する。IP3 は、小胞体の膜にある IP3 需要体に作用して、小胞体からの CA に放出を誘発し、DAG は原型質膜に沿って拡散し、プロテインキナーゼ C と呼ばれる、第2のセリン、スレオニンキナーゼの細胞膜極材性を活性化する。 PKC の多くのアイソフォームは細胞内 CA2 の増加によっても活性化されるため、これらの両方の経路がお互いに収束して同じ二次エフェクターを介して信号を送ることもできる。細胞内 CA2 の上昇はカルモジュリンと呼ばれるタンパク質にも結合し、アロステリックに活性化されるが、このタンパク質は CA2、カルモジュリン依存性キナーゼなどの酵素と結合し、 アロステリックに活性化する。Gα12、13経路のエフェクターは3つのロージェフであり、Gα12、13に結合すると、細胞質の低分子量 GTP アーゼ、ローをアロステリックに活性化する。ローは一旦 GTP に結合すると、その後、ローキナーゼなどの細胞骨格調節に関与する様々なタンパク質を活性化することができる。 Gα12、13に結合するほとんどの GPCR は他のサブクラス多くの場合 Gα9、11にも結合する。Gβγ シグナル伝達蒸気の説明は特に活性化された Gαi、応教薬 GPCR の場合には重要になる可能性がある Gβγ シグナル伝達の影響を無視している。g β マの 主なエフェクターは、g タンパク質調節内無期性流性系チャンネル、P、Q、および N 型電依存性 CA2 チャンネル、並びに AC および PLC のいくつかのアイソフォーム、およびいくつかのホスホイノシチド酸、キナーゼアイソフォームなどの様々なイオンチャンネルである。リガンド依存性イオンチャネルは、麻酔薬とエタノールが効果を発揮する主要な部位である可能性があるが、これについて、 明確な証拠はまだ確立されていない。特に、ギャバ受容体及び無駄受容体は、臨床麻酔で使用される濃度と同様の濃度で、麻酔薬の影響を受ける。その機構を理解し、それらの受容体上で機能し得る、科学的、生物学的、物理的な要素を探求することにより、予備実験や FDA によりますます多くの臨床応用が証明されている。メマンチンは、 中等度から重度のアルツハイマー病の治療薬として、米国食品医薬品局及び欧州医薬品庁から承認されており、現在、英国国立保健医療技術研究所から他の治療法が失敗に終わった患者のために限定的な推奨を受けている。アゴメラチンは、メラトニン作動性セロトニン作動性の二重経路に、 作用する薬剤の一種であり、臨床試験中に不安うつ病の治療に有効性が示されている。研究ではまた、否定系うつ病及びメランコリー型うつ病の治療における有効性を示唆している。ありがとうございます。